はい、山寺です。今ですね、尼崎、阪神のですね、尼崎の駅を降りました。またですね、ちょっとね、尼崎周辺でですね、昼酒したいと思います。今からね、回ってきます。では今ですね、尼崎のですね、商店街、これ尼崎中央商店街ですかね、ちょっとわからないですけど、とりあえずね、商店街を今歩いているところです。先にね、あのね、神戸東っていうね、立ち飲みね、以前見たことあるんですよ。私、あのブログに書いてるんですけど、そこにですね、ちょっとね、動画を撮りたいと思ってね、今行ってる途中です。神戸東さんに来ました。今からお店に入っていきたいと思います。お店の雰囲気です。こうやってね、いっぱいいろんな惣菜があっていいですよ。おでんもあります。こんな感じの雰囲気ですね。朝一来てるんで、今ちょっとね、空いてるんで撮らせてもらってます。まずはですね、焼酎レントですね、これをいただきたいと思います。いただきます。うまい。仕事帰りのね、一杯っていうのは最高ですわ。っていうでもね、まだ今ね10時半です。これからです。朝ですよ。まずですね、麻婆豆腐をいただきたいと思います。こちらもね、箸でかき込むタイプなのかな、なので器を手で持って食べたいと思います。では麻婆豆腐いただきます。おいしい。すいません、ありがとうございます。はい、すいません、今だし巻きも来たんですよ。うまっ。麻婆豆腐おいしい。うん、いいですね、朝だけ最高ですわ。次にですね、だし巻きをいただきますよ。山寺が好きなだし巻きです。いただきます。これね、かつおだしが効いて美味しいです。めちゃめちゃかつおだし効いてね、多分カツオだしと思いますけどね、美味しい。あ、いいですね。紅生姜がついてるとこがね、ちょっとね、紅生姜もね、卵の上に乗せてね、こんな感じ見えますかね。いただきます。すいません、同じもういただきます。弁当ですかね、お願いします。早くも2杯目です。うまい。
おでんの厚揚げと梅焼きもらえますか。あ、結構ですよ、大丈夫です、うん、うまっ。今ね、おでん頼みました。あ、すいません、ありがとうございます。はい、今ですね、おでんの梅焼き、これが梅焼きですね。梅焼きって美味しいんですよ。これね、関西限定だと思います。あとね、厚揚げ、ようね、味が染んだね、厚揚げですよ。まずはね、厚揚げからね、いただきたいと思います。これはね、もうかなり旬んでるんで、絶対美味しいやつです。いただきます。めちゃくちゃね、カツオの出汁がすごい出汁がすごい出汁がすごい取れますよ。これめっちゃ美味しい、おでん。おすすめですわ、うん、うまい。ぜひ梅焼き、これ、ね、梅焼き美味しいんですよ。なんていうんですかね、梅焼きってよく聞かれるんですけどね、どんなやつやって。魚のね、すり身のね、どういったらいいかな、卵が入った、魚のすり身でこう美味しいんです。はんぺんみたいなやつですね。美味しいんですよ、これが梅焼き。いただきます。うん、めちゃくちゃ美味しいわ、梅焼き。やっぱりね、これは本当に美味しいんですよ。あれ、三島じゃの？あ、寺の木じゃの？寺の木で寺の、そうあれ、今日も完全に変態、一人だけですよ。いい酒場ですね、ここはね。和気あいあいとした感じで。尼崎最高ですわ、結構いい感じで酔ってきました。変態一人ごとですんで酔います。酔いも早いです、食べて香港です、うん、もう全然見えない。はい、神戸東酒店ですかね、飲んできました。
ここはねもう皆さんねこのあのなんて言いますかね和気あいあいとした雰囲気で最高の、立ち飲みでしたね。各地、うん、もうすぐね皆さん優しい方ばっかりでねお客さんも、和気あいあいで良かったですということで、ですねもしよろしければチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それとですねいつもご視聴いただきまして皆さんありがとうございます。では失礼いたします。